ちょっと待ってよ。これ、ちょっといいよ。これ、サスケ、親バカ。まして、はい。サスケはこれ、サスケよりも大きい、これ。サスケよりも大きい。サスケ、どうこれ、サスケ、見て。お父さん、バカ。サスケ、どういうように行こうってな、いろいろと思ったのね、ミスしたね。これ、ぜーんぶサスケ。全部サスケです。だから皆さん、これはもう本当に、ふざけてると思う人はいらっしゃるでしょう。でもそれはそれで選挙に関心を持っていただければやっぱりね、当然ね、こういう小池さんとか蓮舫さんが今回もちろんね、石丸さんも真剣にやってらっしゃいます。で、我々はどうしてもですね、大きく報道されない、したがってこうやった奇抜なことをしなければいけないという感じなんですけどね。助けどうこれ見て、助け見て、助け、原さん、改めて、はい、今回のこういった取り組み、はい、題してこう、なんていうふうに呼んでいるんですか。ああ、ボスは刑事上ジャックせよっていうので、はい、狙いは何でしょう。いや、これはやっぱり投票に行かない人とか政治選挙に関心のない人には、はい、ぜひとも行ってもらいたいというのがありますね。参加してもらうと、何度も口が酸っぱくなるほど若者の特に政治参加っていうことがあると思うんですけど、ふざけているかもしれないけども、僕は迷惑かけてないと思います。まあ、その税金の無駄遣いとかいう人いるかもしれませんが、やはり我々以外にも40人ぐらい立候補が出てるようなことからするとですね、まあ、そういう意味でも多くの候補者が出るのもいいことだし、こうやって一見ふざけてるっていうことに対してご批判いただくのはありがたいことだし、批判をいただいた上で理解していただける人と嫌悪感を抱く人がいらっしゃると。でも政治ってそういうもんなんで、だから興味を持っていただく、まさにメディアの方がこうやって取材にお越しいただけることが、僕としたらそれで嫌われても仕方ないかなと思ってます。はい、最新情報でちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、この掲示板ジャックで寄付金はいくら集まってますか。はい、今ですか、掲示板、ね、最新では多分800×5000円で400万と、あと1万円で150万円ぐらい、150人ぐらいということで、550万ぐらいですか。目標金額というのは、まあ一応うちの党として5400万の供託金出してるので、まあ5400万円、まあ、今日から2万5000円、ちょっと3万じゃなくて2万5000円にしてですね、なんとか5400万円でトントンになって、トントンぐらいだと、まあ、叱られないかなと。だからもうある程度1週間もすれば売れ行きって分かると思うので、まあ、それがある程度落ち着いて全部売れないとなれば、逆にもうちょっと自分たちのポスターを貼るようにするとか、まあ、とにかく我々はこのポスター掲示板、せっかくこれひょっとしたら最後かもしれないので、まあ無駄のないようにちゃんと有効に使っていきたいと思いますね。はい、現時点での都内1万4000箇所で、はい、今回このジャックしている掲示板の数はいくつになりますか。はい、大体うちの事務局の方で700と、それ以外で、まあ、700と800ぐらいなんで1500、まあ、1400ぐらいだと思いますね。今日の時点ではちょうど 10% ぐらいが貼られてる見込みですね。そうですね、800箇所はもうということで、今もう相当混乱もしててですね、行ったら別の人が貼ってたみたいな、別の人っていうか、このワンちゃんのポスターが貼られたとかっていうのもあって、ちょっとピンの色がね、黄色に青オレンジのところって言ってるのを黄色に貼ってとか、そういうトラブルがもう発生してきてるので、まあ大体とにかく 10% の1400箇所ぐらいは今日中にはもうすでにだいぶ貼られてる感じです。確認できている限りでどういった方のポスターが貼られてますか。結構でもやっぱ政治的主張の方多いですね。そしてちょっといかん、はい、政治的な主張多いと思いますけども、ただ批判的な意見の方がちょっと少なくて、その、まあ、能登半島に、来てもいいよとか、全然関係のないノリを宣伝したりとか、まあ、シンガーソングライターの人が自分がある、そういうアーティストの人が自分を宣伝したり、ホストの人がっていうのがあるんで、まあ本当にバラバラだとは思いますけども、もちろん
立候補できないっていう怒りをねつけてる人も、その30歳以上じゃないから立候補できないっていう方もいらっしゃる。まあ逆に僕もこれからどんなチェックしてないんですよ、どんなポスターが貼られるのむしろ楽しみで、この後車でいろいろとちょっと回ってみて面白いの見つけたら撮影しようと思います。今回過去最多の立候補と人選になりましたけれども、はい、それに伴って掲示板の増設問題というのが、はいはい、注目されましたけれども、はい、それはどう受け止めてますか。いや、選管さん全く何も言ってくれなかったんで、まあどうもこことか下とかに増設するということで対応するということだった。それも我々全く教えていただけなかったもんですから、メディアさんも含めて。そういうことであればちょっと我々もあえてちょっと後ろに回ることもできたんですけど、増設するんです。実はこれまあまあ言っていいと思うんですけど、僕8時に35分に並んで、で後ろが5、6人来られたんで、変わりますか、変わる気ありませんかみたいなこと言われたんですよ。でいやもう後ろの人はどうせすぐに貼れないでしょうし、増設されてゆっくり貼られた方がいいんじゃないですかと、我々少なくとも1000枚以上貼るのでと。たらその後記者発表で何か個別に画鋲でってなったような、それちょっと教えておいてくれれば少なくとも我々も3枚4枚くらいはそれで対応しようとは思ったんですけど、だからただ、まあ、戦艦としてはリーズナブルに抑えたし、しかもそれが法律上問題ないというのを確認してるわけですし、ちょっと立体的なものが本当はダメなんですよね、こう風に揺れたりとかこういうのって。だから横とか上に飛び出すものってむしろ目立つのは目立つと思うんですけど、はい、まあまあいずれにしてもこのポスター掲示板、今さっき言ったようにこれだけ資源の無駄、経費の無駄なので、おそらく国会で、まあ、自民党の先生がもう取り上げるっていうことは事前にいろいろと聞いていますので、まあ早々にこれは改正されるんじゃないかな、なる撤去なりもうちょっとコンパクトにするなり、この立候補者数を把握するのと掲示するのの期間を設けるなりすれば、こういったトラブルはもう今回が最後になるんじゃないかなと。創設の一員として NHK 党に24人というのが指摘されている部分が、そうですね、はい、いやもうそこに関してはもうその指摘を全く否定はしませんが、一方で我々19人で、残りが38人ということからするとね、いかに経済的に美味しいかっていうことですよ、これは。で、前回4年前、8年前に出られた人も美味しいと思ってるわけですよね。それを真似して今回多くの人がまた新規で、我々以外が38人出られてるわけですよね。特に主要候補者が2人しかいない、まあ、当選の可能性があるのは2人しかいない中で、まあ、維新の会も出てないしとか、他のちょっとね、参政党とかも出てないしって考えたときに、圧倒的に皆さんビジネスとして考えてると思うんですよね。で、それが我々は想定してたので、1人2人出しても意味がないから、目立たないからたくさん出そうと。で、それがおそらくこれを見て、次回からまた終わった人と同じようなことをしようとする人出てくるんですよ。間違いなくね。そうするともうポスターやめようっていうのはおそらく間違いなく決まるから。それはそれで本当に選挙が無駄になる。今回の1回の無駄とこれから何年も何十年も続けていく無駄を考えたら、今回の問題定義は僕は良かったと思います。いいですか。はい、ありがとうございます。